不安、生きづらさっていうのは、うん、なんか僕の中ではギューってなってないっていうのに、うん、なんかその気づける自分もいるんじゃないですか、うんうん、っていう話が結構このエニアグラムをやってると出てくるので、ちょっとその紹介をしたいと思います。今ここにあることの恐れ、一定時間、要は自分に対して心を開いているとき、要は私が言った瞑想っていうのは、心を開いてその感じているもの、それに反応したものを感じてみる、でそれをジャッジせずにあのフラットな目で見るっていうのが心を開いているときっていう認識で今います、はい、心を開いているとき心地よくないことが起きるのではと、直感し不安を覚えるのは避けがたいことですと、あ、なんで僕がもしかしたら意味があるのかっていうのは、もしかしたら不安を覚えてたのかもしれない、大丈夫か大丈夫かこんなことやってて、意味があるのか面白いのかこんなことやってて成長するのか、本当にポコポコやったことあります、瞑想ってヨガ的なところでヨガ、いやこうやってなんか座禅なんか座禅かなんか分かんないですけど、まあなんかヨガ的なのに行った時に、はい、瞑想的なのがお家で、お家じゃないですよ、ヨガ教室、お家ではじゃあやったことはない、うん、なるほど、なさそう、うん、なくても眠たくなり、なくても良さそう、そういうのがもう何も考えないでみたいな、こう、はい、チリーンとかで鈴の音が鳴ってたりすると、ああ気持ちがいいなって眠たくなった感じで、ああなるほど、うん、これは性格の限界を超えようとするからですと、うん、変容の取り組みをしていてある程度の不安を覚えたとしてもそれは良い兆しです、うん、長い間身につけてきた防衛反応を超えればこれまでずっと自分を守るために感じてないようにしてきた気持ちそのものに触れ始めます、うん、ごめんなさい、これね実は今日僕一回読んできたんですよ、はい、うん、で若干何を言ってるのか分からなかったんですね、うん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 、なんでここまでの流れとしては、うん、結構計算通りです、うん、やりたいように言えました、うん、がこの先はちょっと僕解釈できてないので、うん、はい、ちょっと皆さんに教えてほしいと思って、はい、ま、ほんと申し訳ない、うんうん、それよりなぜ心を満たすスピリチュアルな体験をしていても、うん、すぐに恐れを抱き反応的になり否定的な状態に戻ってしまうのかが分かります、うん、成長のプロセスの中には長い間自分を阻害してきたものを手放し自分自身の中の新しい可能性に身を開きさらに深いレベルで阻害していたものに出会っていくというサイクルの繰り返しがあります、うん、私たちは心かっこスピリチュアルの成長がもっと直線的であり一度か二度の大きな突破口を経て達成できることを願うかもしれませんが、うん、現実には心、うん、かっこ再起と書いてあります。心全体が再編成されるまで幾度も様々な領域を通過していかなければならないプロセスなのですと、うん、心の成長は自分自身に優しく辛抱強くあることを必要とするプロセスでもありますと、うん、フラストレーションや自らの成長についての特定の期待心の発達についての見込み期待した通りにできない時の自己批判といったことはいずれもよくある反応ですがそんなことをしても助けになりません。自己防衛を築くには何年もかかったわけですから一夜にして解体することは期待できないと、うん、魂はそれ自体の知恵を持っていて真に心準備ができるまで自分自身について何かを解放させてくれるどころか気づかせてもくれないよと、うん、厳しいってことですね。厳しいってことですよ。5分程度で分かってたまるかって話ですね、うん、っていう解釈でいいですねこれは、まあ、そこはそうだと思いますよ。だから座禅とか瞑想したら、はい、すぐもうなんか成長できると思ってるかもしれないけどそれは間違いだっていうだし、うん、パンパーンって行くもんじゃない行くもんじゃないって話ですね、うんうん、このような内面の取り組みを始めるとき今ここにある先ほどの私の解釈とは、うん、ただ座って瞑想することを意味するのではないかと恐れもよくありがちですと、うん、なんでこれでいいのかってことですかね。そうですね、恐れもよくありがち、うん、私たちはもっと今ここにいるようになると人生の重要な問題に対応できなくなると考えてしまいますと
さっき言ってた話ですよね多分。僕なんかこんなことこんなことしていていいのか本を読まなきゃいけないんじゃないかはい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 、そうですね、うん、現実離れし非現実的になり役に立たないと、うん、あでも実際はその逆、うん、私たちはもっとより注意を払うようになり判断や洞察がより正確になりますと。ああ、ちょっとここで一回止めますね、うん、なんかやってる人っているんですかね瞑想を瞑想、うん、と視聴者の中で中で、あ今見てる人の中、教えてくださる方、ああもしよろしければ、うん、いただければ、うん、で逆に僕はやってるよって YouTube とか見ると、うん、嘘つけって思っちゃうんですね、うん、それはそれはなんか、まあ、やっかみがあるんですけど、うん、なんか何万人とか登録者がいて、うん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 、何万再生とかされてて、ね、瞑想いいよ瞑想いいよって、うんうん、でなんかすごいスタイリッシュな人が、はいはい、あのタンクトップとかで言うんですよ、うん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 、分かんないですよもうしゃらくせえと思っちゃうんですね、うんうん、嘘くせえなこいつって、うん、けえと思うんですよ、うん、叱ってくださいそこは瞑想してそれを考えてみたらいいんじゃないですかあね、その自分の反応を何かあるんですよ僕にははい何か隠して守ってる僕がいる、うん、って、うん、多分泣いてるんですよ、うん同様に私たちの多くはもっと今ここにある、うん、要は心開いた状態、うん、ならばやっと手にした成熟さや専門技能を全て失ってしまうと信じている。あ要は本当の自分を守っているものは成熟さや専門技能っていうことだから、うんうんうん、心要はこの中で延々って泣いてる僕を出してしまうと、うん、それを守ってるものをなくなってる、うん、なくなってしまうって考えてしまうってことですかね、うんうん、ただ実際に起きることは全く反対だよと、うん、今私たちが今ここにあるとき物事を これまでよりもうまく守備一貫して行うことができますと、うん、また集中力が高まるため新しい技能をはるかにたやすく習得できるのですと、うん、私たちが今ここに意識を向ける、うん、意識を向けるっていうのはマインドフルマインドフルな状態ですと、うんうんうん、意識を向けるときに知性は驚くような作用の仕方をしますと、うん、身近な問題を解決するのに必要な情報や能力を呼び起こしてくれるよと、うんうん、さらに深いレベルにおいては私たちは今ここに留まって人生を本当に生きることを恐れている、うん、そうなんですよ。生きるのは、うん、多分辛い時は辛いんですよ、うん、そうすると子供時代の心の傷を全て再体験するのではと恐れるからですと、うん、要は大人になるっていうのは、うん、子供の時に受けてきた傷をいかにどう守るか、うんうん、偽りの自分で、うん、っていう殻をまとったのが大人です、うんっていうのを今私は解釈しました、はい、それを取ると傷つくってことですね。傷ついちゃうんじゃない、うん、って思ってしまいがちですかと、うん、私たちがあえて自らの本性を明らかにしてもそれに気づいてもらえたり愛されることはないかもしれませんと、拒絶され屈辱を覚えるかもしれませんと、自分の繊細さを感じさせられたり人が自分を恐れ裏切ることになるかもしれないと、うん、私たちは自分が見捨てられるだろうと恐れる、うん、自らの魂の尊さが再び無視され傷つけられるだろうと恐れを抱くと、うん、けれども私たちがもっと人生をフルに生きるとき限りない空間や平和静かな活力を体験します。自分がしっかりしておりとてつもなく生き生きしていて周囲の世界とつながっていることを発見する、うん、このように生きていけない理由があるとしたら私たちの性格がもたらす偏りのある自分本位の理由に他ならない、うん、と書いてあります。要は意識を向けた状態、うん、素の自分で生きていけない理由があるとしたら、うん、それは私たちの性格、うん、自動反応的なものが、うんうん偏りのある自分本位の考えに陥ってないかっていうふうに書いてある。今はまず否定だけされましたね。否定されたんですか。否定っていうか、心を開いて生きてもいいんだよって、うんうん言われました。言われました、はい、まだちょっと咀嚼はできてないです。このエニアグラムだからタイプの話じゃないですか。タイプの話っていうかとらわれの話じゃないですか。とらわれの話です、うん、だからまあそれを手放す必要があるのがエニアグラムですよね。そうですね。でそれのためのこの瞑想って感じですよねきっと。ああそうです、ね、そこに目を向けるためには瞑想する必要があるんですよみたいな。
あなたの衝動のままに生きてちゃダメだっていう。そうですね、うん、性格自動反応で生きてないかと、うん、自動反応、うん、でそこに目を向けるためにはこの瞑想がいいですよ的な。でちょっとずつちょっとずつ、うん、なんか殻をめくっていく感じなんですかね、うんうん、仮面巨人さん、感情の動きを冷静に観察することができれば瞑想してるのと同じですね。感情と思考を切り離せるか、うんうんうん、そうですね、うん、特に何か、うん、あの高ぶっているというか、うん、落ち込みすぎている時とか、うんうんうん、感傷的になっている時に、うん、冷静に見るのは結構辛いですよね。冷静に見て要は忘れたいとか、うん、離れたいとか何とかしたいと思ってる、うん、まあ、あ、はいはいはい、何とかするなら考えないといけないんですけど、うんうん、だそこが多分タイプそれぞれやり方が変わってるけど、はい、多分そういう自動反動的にこう目を背けたりとか、はい、こう感情的になるとか、はい、っていうのがあるってことですよね。でここではその気づきからプレゼンスへっていう項目があって、ここがもう一番分からなかった話なんですけど、うん、私たちがこのプロセスにとどまり、うん、リアルなものつまり今起きていることに注意を向けるなら微妙なプレゼンス、プレゼンスっていうのはあること、うん、存在の在と書いてあること、うんうん、あるということを体験し始めると、うん、もう分かります？読みますね、はい、それは私たちの内面にも周囲の環境にも広がっているものですと、うん、軽やかで絶妙で心浮き立つ感じであり様々な資質を表せます。したがって今ここの瞬間実際に体験していることに気づきを向ければプレゼンスに満たされ始めます。実際このプレゼンスというものが本来の自分であると気づくかもしれません、うん、ほらわからない何を言ってるかわからない。何を言ってるかがわからない、うん、どうでした隊長。何を言ってるかがわからない。ああ、そっか、ここでも解決、なんとかここでね解決したい、解決したい、うん、私たちがこのプロセスにとどまり、うん、いや、うん、このプロセスっていうのはおそらく、先に挙げた瞑想することで、うん、まあ、瞑想することですかね。瞑想することで、はい、でまあ自分このままの自分では生きていけないのではないか、うん、不安を抱えたりとか、うんうんうん、不安を感じたりっていうのを、まあ、見ることができなかったりする自分がいたりするんですけど、そういうとこにとどまっているっていうところから続き、私たちがこのプロセス、先ほど挙げたプロセスにとどまり、うん、リアルなものつまりたった今起きていることに注意を向ける、うん、そういうことをやめて、うん、それすら注意を向けると、うん、微妙なプレゼンス、あること、うん、あることを感じ始めるよと、うんうん、それは私たちの内面にも周囲の環境にも広がっているもの、軽やかで絶妙で心浮き立つ感じであり様々な資質を表せる。したがって今ここの瞬間実際に体験していることに気づきを向ければプレゼンスに満たされ始めます。実際このプレゼンスというものが本当の自分であると気づくかもしれません、うん、確かに、あ、うん、ちょっと今たまたま瞑想がうまくいった時、はい、あ、なんか瞑想の後にちょっと気分がいい時、うん、ここそれが心浮き立つ状態だとすると、うん、その状態がずっと続くといいなとは思うんですね、うん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 、まあ、すっきりしてる状態みたいなこと。感情にとらわれず問題解決のみにフォーカスできるかどうかという意味ですねと。問題解決にもそこすらもただありのまま見るみたいな感じじゃないですか。な雰囲気もありましたね、うん、確かに確かにそんな雰囲気は、うん、もっとフラットな感じはしました。もっとフラットな感じ、はい、ただ見るみたいな感じがありますよね、はい、驚くべきことにこのプレゼンス、うん、プレゼンスっていうのは、うん、あること、うん、存在の在と書いてあることというものは、うん、私たちの中にある何かがより今ここにあることを妨げているのかを明らかにしてくれる、うん、私たちの中にある何かが、うん、今ここにあることを妨げているのかを明らかにしてくれる、うん、あー、そういうことか。そういうことか、はい、何かが邪魔してるんですね何かが邪魔してて、はい、それに気づくことができるんですよっていう、はい、囚われに気づく的なとこじゃないですか。じゃあ僕また多分逃げてるんですね。逃げてるっていうのを認識することができれば、まあ、だからそこすら嫌な感情が、あ、これこんなことしてていいのかっていう状態すらまた俯瞰して見ることができれば逃げてるみたいなもっともっともっと上がもっと上があるっていう
僕は今3階層の話をしましたが、うん、まだ目がいますね、まだうん、見なきゃいけない自分が、うんうん、あ、もっともっとな感じですね。もっとな感じはしましたよね。そうすると自分自身のリラックスしてない部分に気がつきますと、うん、ああなんとなく、うん、自分がフルに存在していない部分ですと、これが、うん、よ、そしてリラックスできればできるほど自分を満たし包んでいるプレゼンスの微妙な動きに気づく、うん、レッテルを貼ったり、うん、考えすぎることのないようにしながら、ただその感覚とともにあり続けることが助けになるかもしれませんと、うん、やがて自らの出ましたビーイング存在の新しい層が姿を表すにつれ、うん、微妙で曖昧だったものがよりはっきりするでしょうと、うん、ちょっとなんかちょっとだけ見えた気はしますね、うんうんうん、でプレゼンスは始終私たちの空洞や同一化の中にも入り込んでくるよと、けれども私たちは性格構造ゆえに今ここに留まることができない、もう本当そう、うんうん、性格が動かしてる、うん、自我のトランス状態に入っていけばいくほど私たちの性格メカニズムはエネルギーを帯び始めますと、うん、それはまるで激しいエネルギーを発している電磁石のようですと、うん、けれどもプレゼンス、うん、あることの生き生きとした性質に同調し、私たちの生命力が性格のプロジェクトに途方もなく費やされていることが分かると出口がもたらされる、うん、この性格のプロジェクトっていうのは、うん、嘘のプロジェクトなんですよ。性格っていうのはあの、うん、本当の自分を守ってるからが作り上げたプロジェクトに途方もなく時間を費やされているから生きづらいんですって話なんですよね、うんうんうん、泣いてる自分に気づきましょう、うん、本当はそんなのないっていう、あ、もうそうです、うん、邪魔するものはないって話なんですよね、うんうん、あのそんな殻なんて作らなくていいよと、うん、でむしろ確かに子供自体は、うん、なんて言うんだろう、一人で生きていけないじゃないですか、はい、どうしても周りに合わせないと子供は生きていけないから、うん、そうせざるを得なかった、殻を作るしかなかったんですけど、うん、もう大人になると、うん、多分一人でももちろんパートナーを見つけても見つけることもできるだろうし、うん、多分生きていけるんですよね、うん、仲間はいるし、うん、一人でも生きていける、うん、っていうのに大人になると気づいてませんかっ